それでは建築設計製図 A の課題を説明します。今回は五島列島の福江島の実際の敷地に、宿泊施設とそれにプラスアルファで何か企画をして設計をしてもらいたいと思っています。でこれまでの2年生までの、製図科目は主に図面の書き方をしていましたけれども、この建築設計製図 A は条件を読み解き、自ら課題を分析して用途を考えてデザインし提案までしてもらいます。まあ、企画からプレゼンテーションまで一連のプロセスを学んでもらいます。で、発注の予定はこのようにしてます。最初に、いろんな事例を集めてもらって、で自分の企画を立ててもらったら、私や TA とかあと外部のゲスト講師のエスキスを受けてもらってで、プランをどんどん修練させていきます。で、それに案が決まったらそれをもとに図面化し、模型まで作ってもらって、最終発表では、プレゼンボードを作って、そのプレゼンボードを拡大する形でパワーポイントで発表をしてもらいます。